河野直也、東京都出身。最高位戦日本プロ麻雀協会の若きエースとして現在人気上昇中のプロである。その人気の秘密はやはりこの甘いマスクだけではない。麻雀の実力はもちろん、実況解説などのトークでも評価され、見てよし、喋ってよし、打ってよし、未来のスーパースターとの声も上がっている。そんな将来有望な彼が普段はあまり見ることのできない一面を見るべく少しだけ追いかけてみた。ここは八王子にある麻雀店ジャンゴ。彼はここの店長を務めている。このジャンゴ店内でも目を引くのがこの食事メニューである。あまりの多さに思わず聞いてみた。20種類以上ありますね。20種類以上、今毎日日替わりで、 日によって日替わりっていうのを作ってまして、社長が全部家で考えてレシピも全部作ってるんですけど、それが一番美味しいと思います。そう、6ゲームやると食事が無料で、12ゲームやると2食目が食べられるっていう風なシステムになっているので、まあ皆様長く打っていただきますね。やっぱりもう10、僕ができて19年になるんですけど、まあお食事を食べに来るだけのお客様もいますからね。で、全部手作りなんですよ、これが。これ本当に。なので、まあ手間暇かけてるお味になってるかと思うんですよね。実際に作ってもらうことにした。今回作ってもらったのはチャーハン。河野直也のチャーハンは指名が入るほどに人気なのだとか。はい、お待たせいたしました。はい、すごい。なんか本格的ですね。これね、めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。めっちゃ使うんです。その中で僕の作ったチャーハンは自慢じゃないですけど、もう顧客がついてるぐらいなんです。いやでも俺確かにね、あのようなチャーハン作ってみたいなお客さんも見ていただいて、もうこの8年ぐらい、もう今年で9年目なんですけど、はい、9年働いてひたすらチャーハンばっか作ってましたね、昔は。麻雀店とは思えないほどの料理のクオリティの高さ。このこだわりこそが多くのお客様を呼び寄せる人気店の秘訣なのだろう。料理までできてしまう彼が別の日には卓球をするということで撮影させていただいた。お相手は日本プロ麻雀協会の渋川南波プロ。彼らはたまにこうして練習を行っているらしい。これほどまでに動き吠える麻雀プロを見れるのはなかなか貴重な体験である。河野さん、卓球うまいですか？卓球はまあそこそこには打てますね。まだ僕の域には達してないですけど、まあ今まで出会った卓球自慢の中ではそこそこに打てる方でしたね。練習で一汗流したところでインタビューをさせてもらった。これあんまり知ってる人いないと思うんですけど、今萩原リーグの練習に出場してる酒井プロと初めてお会いしたのがその時なんですよ。で、こんな強い人いるんだなってぐらい麻雀が強くて、で、その酒井さんと一緒に行動を共にするにあたって、彼が最高位戦のプロになったと。で、師匠みたいなもんだったんですね。師匠みたいで、かつこの人を倒したいなと思って、その一心で、じゃあ僕も麻雀プロにならない、同じ土俵に立たないとこの人に追いつけないなと思って麻雀プロになったのがきっかけですね。やっぱりこの萩原リーグの練習の場の時ですね。あと辛かったのは、もう今までの自分の麻雀をちゃんと見直さなきゃいけないなって思った時に、この5年やってたのって何だったんだろうなって、麻雀プロになって5年何だったんだろうなって思ってやってたその練習が、でも結局辛い部分では、辛くてもやっぱりそれが糧にならなきゃいけないと思ってるので、その糧を今ようやくつかみかけてきてるかなと思ってるので、辛い経験もやっぱり大事なんだなと改めて実感しましたね、この萩原リーグに出て。この萩原リーグをご覧になっている皆様、本
当に見ていただいてありがとうございます。僕は麻雀プロになったのはファンの方々あるいは一般の方々に麻雀って楽しいなって思っていただけるように、そればけをずっと考えて今まで麻雀やってきました。そしてこういう場を設けさせていただいて、自分の麻雀を打つだけではなくて自分の麻雀を見て、あ、麻雀ってこんなに楽しいゲームなんだって思っていただけるように、この萩原リーグで自分のありのままを見せていって、一般の方々に面白いと思っていただけるように、頑張って、そして真剣に打っていくので、最後までぜひご覧ください。よろしくお願いします。こういう場を設けさせていただいてありがとうございます。本当に最初は、まあ多分萩原さんからしたら本当にクソガキだなこいつって思うぐらい、あの生意気を言ってたと思います。ぶち当たったりしたし、ですがこういう経験をさせていただくことって本当一握りだと思うんですよね。そのチャンスをいただいて本当にありがとうございます。ここからは自分がどうやってそのチャンスを生かしていくかなので、少しでも麻雀プロとはというところに原点を向けて頑張っていくので、これからもよろしくお願いします。麻雀プロ河野直哉、今をかける若き選手がこの番組でどう成長しどう変化していくのか、彼は今日も人の出会いに愛の出会いに感謝し歩み続ける。自分のため、そしてこの世界のために。